払いました。港区女子、港区女子がいつもやってるおしゃれで優雅なランチを作っていきます。おしゃれで優雅。それでは行きましょう。神楽坂の中心をこうやってサーブしてる人いないでやっぱ外のランチ最高。外がいい、うん、寒くない今日。寒い、寒い。港区女子満喫してる横にいる赤ちゃんがめちゃめちゃ見てくるもう風もあるからさ、うん、こう来るよ。いいね。えっ